アドリアン・モレ・ホン・ガルシアは、キューバのハバナ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。2014年の WBSCU-15 ワールドカップに、キューバ代表として参加し、金メダルを獲得、最優秀選手に選出された。同年セリエナジオナルでベースボールのウラカネスでマヤベケに、所属。 このシーズンは同チームで6試合に先発した。2015年10月にキューバからアメリカ合衆国へ亡命した。2016年7月に契約金1100万ドルでサンディエゴパドレスと契約を結んだ。2017年6月16日にパドレス参加の A マイナスキュートリシティダストデビルズでマイナーデビュー。月日に A フォートウェイ,インティンキャップスに昇格し、 同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で13先発、63.0回を投げて3勝4敗、防御率3.86を記録した。2018年はまず a 級レイクエルシノアストームに所属した。6月25日に故障者リスト入りし、7月23日にルーキー級アリゾナリーグパドレスでリハビリ当番後 a 級レイクエルシノアに復帰。 同チームでシーズンを終えた。このシーズンは2チーム合計で14先発、65.1回を投げて4勝5敗、防御率3.44を記録した。2019年は A 級アマリロソットプードルズで開幕を迎えた。7月にはオールスターフューチャーズゲームのナショナルリーグ選抜に選出された。7月21日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りし、同日のシカゴカブス戦にて先発して、メジャーデビュー。この試合では2.1回を投げて1失点で、勝敗はつかなかった。この年メジャーでは5試合に登板して、防御率10.13、9奪三振を記録した。2020年は9試合に登板して2勝2敗、防御率4.66、25奪三振を記録した。2021年は、 開幕から2試合に先発登板していたが、4月20日に左肘のトミー・ジョン手術を受けることが報じられ、残りシーズンを全休する見込みとなった。平均95マイルパーワー程度の速球を中心に83マイルパーワー程度のチェンジアップ、80マイルパーワー程度のカーブを使用する。ありがとうございます。